浦社、鏡の宮神社、まあ、そのようにありますよ。こちらの、額塚の部分には鏡の宮神社、こういった社、ほほほほ、まあ石碑がね、まあこういった3つばかり、まあ、こちらを向いてね、まあ、並んでいますから、まあ、左から行きますかね。ああ、皆さん覚えてますかね。まあ、三里町のですね、まあ、少し、まあ、高いところに、黒神山の狼。あ、黒神山神社ね。まあ、そちらですね。そしてこちらは、まあ、山岳信仰でしょうね。まあ、映ってますかね。御嶽山狼。確かね、まあ、こちら、まあ、埼玉県の白峰神社さんと縁があるということで、やはり埼玉県というと山岳信仰の、まあ、不完行者、まあ、そういったことになるんですけど、ああこちらは秋葉大権現ですね。なるほど。これが鏡の宮神社、まあ、本殿、これが拝殿、向かって左側側面、いくつかね説明版もあるようですので、まあ、そちら読んでいきましょうね。はい、鏡の宮神社、当社は天かかす神石こり止めの御事、この花咲くや姫の姪。お、お、名祭神とし、鏡の宮さん、光明寺の別当であったとき、明和4年、1764年、火災にかかり、宝物や古文書などすべて焼失してしまったので、由緒遠隔は不詳です。公費によると、まあ、新規2年、725年、大白星、金星のことが白昼に輝き、不思議に思った村人たちは競技の上、落ちた場所を掘り下げると、一つの古鏡が出土しました。この鏡を祀るために社殿を建立し、二柱の紙を祭祀し、古鏡をご神体としたと伝えられます。その後、昭9年間、1040年から43年の大地震の時、諸所に亀裂が生じ、多くの人々が生き埋めになりましたが、この境内のみは何の異常もなかったと伝えられています。明和6年、1769年、伊勢神社、御遷宮と同時に、大工、笠原御前に頼み、社殿を再建し、明治40年、八坂神社、浅間神社を合祀しました。なるほどね。もう火災があったんで、まあ、古いことはわからないんだけれども、まあ、その後のね、まあ、725年の大白星のこと、そういったね、古鏡が出てきたという。石こり止めの御事っていうのは、まあ、石造り部の、まあね、始祖と言われていますから、やっぱり鏡なんでしょうね。この境内だけね、まあ、揺れなかった。亀裂が生じなかった。そのようなこともございます。鏡の宮神社、祭神天掛神、石こり止めの御事、この花の咲くや姫の御事、部下の御霊の御事、早須佐能の御事、菅原道真公、
まあ、この中段はね、先ほど読んだところと同じですね。まあ、前段と後段をちょっと読みますね。社殿は拝殿と本殿からなる。本殿は一軒社流れ造りで、明和6年、1769年に大工笠原羽前の手で再建されたと伝えられ、その後、数度の保存修理を経て現在に至っている。江戸時代後期の社寺建築の特色である、無彩色の多種多様な彫刻を駆使している。当時の建築技術と建築様式を示す希少な歴史的遺産である。まあ、中段は略してね。境内に、まあ、共鳴碑があり、前、先の大先達、阿闍梨、法印令。まあ、このようなことが書かれていて、まあ、長き世や夢のうてなに咲く椿、名をば残して花の散りてる、と読むのだそうで、明治28年10月、お供え伝宮書と署名されている。お供え伝宮は五万石騒動の指導者の一人である。なるほど。まあ、これがね、まあ、先ほど講談に出てきた共鳴碑です。まあ、鏡に明るいに碑ですよね。おー。これははっきりとした、まあ、ものですね。ここに出てくるね、まあ、お園江さんっていうのは、五万石騒動というのが、もう、江戸末期から、まあ、明治の初期にかけてね、あった。まあ、ちょっとした、まあ、五万石寮って言うんで、まあ、高崎寮なんですけど、まあ、そこの年貢がちょっと重たすぎるということで、まあ、一番最初には3名くらいの代表が出て、まあ、集まってね、そういったものを直訴みたいなものをして、まあ、3名ほどはもう処刑されてしまったりとかしてますけど、まあ、そういった事件の、まあ、指導者の一人だったんですね。でもなかなか面白い歌ですよね。こういった。確かにね、もう本殿少し見たんですけど、まあ立派な作りをしているというか、まあ彫刻が見事だなっていう印象は残りますね。この写真はなかなか、まあ親切というか、これを完璧に覚えるとかなり、まあ自社建築通になれるんじゃないでしょうかね。じゃあ実際に見てみましょうね。本殿、一軒社流れ造りです。先ほどの共鳴碑がそちらです。こういった感じ。こちらは、まあ、三修殿的な役割なのかな。まあ、狛犬くんがいらっしゃいますよ。こちらは、阿行くん。いい感じだね。拝殿の正面。ちょっと奉納額には何て書いてあるか分かりません。こちらが雲行くん。雲行くんの、ここには、ここ前に行く。はい。元気に育ちなさい。でも、一般的な拝殿の作りっていう感じはちょっとしませんよね。こういった左右にですね、まあよくね、増長殿とかそういった、まあ金剛力士像とかお寺の場合にはね、まあいらっしゃるような、そんな感じの作りになってますよ。まあ不思議ですね。はい、そちらがね、まあ、鳥居方向です。こちらが、まあ、拝殿の向かって右側の側面。これはね、
まあ新年の初めの頃にね、まあ、鳥居のところに飾られたりなんか、そういったものだと思いますね。まあ本当だ。まあ拝殿と本殿で成り立っていますって書いてありましたけど、そうですね、一般的には幣殿部分があるわけなんですけど、もうかなりまあこれはちょっと、まあ、幣殿部分とは言わないような気がしますね。これがね、一軒舎流れ造りの、まあ、本殿です。はは、見事ですね。まあ無彩色のね、まあ彫刻、まあ確かに彩色はされていません。その分ね、まあ重厚さっていうか、そういった感じが出ていますよね。すごっ。そちらにも何かありますよ。はい、小谷町の白峰港、埼玉県北部の現神奈町、矢野と秩父市の吉田町、石間との境にそびえる白峰山の神霊を祀った白峰神社が両地区にあります。明治の初頭、小谷村に疫病や災難が多発し、これを少女しようと祝儀の結果、白峰神社、小谷村は、まあ、納屋の社にすがることとなり、この人々の信仰組織を甲冑と言います。毎年5月5日の同社例大祭に参詣し、神社の御眷属、まあ、神の使いを借り換える風習が続き、小谷村では、東組2人、西組2人、まあ、うなき1人、計5人が大参入してきました。同社は、大和武尊の御事が統制の折に、まあ、遠い平定を祈願し、山頂に矢を収めて、大山積みの御事、全国山の神を祀ったことが、まあ、回想とされています。武蔵の国の山岳信仰には、狼を神の眷属と崇める信仰があり、それが同社の大櫛の真神です。神社の分与するお犬様のお守り札は、すべての災難を消除すると言われています。なるほど。まあ、ここはね、まあ、高崎市の小谷町なんですけど、まあ、そういった、まあ、埼玉県、お隣の県のね、まあ、白峰、まあ、山のね、信仰に、まあ、明治の初頭にね、あった災難でね、まあ、すがりましょうということになって、まあ、そういったところにね、この地域から5人の方が、まあ、ね、行ったりなんかしていますけど、まあ、そういったことの縁でね、この鏡の宮神社にね、こういった祠があるんですね。こちらですね。あ、ちょっと、鳥居で見えない。こういった感じ。あ、本当だ。ご眷属って書いてありますよね。まあ、狼。神の宮神社の本殿の向かって左側の側面。まあ、そちらにはね、まあ、白峰神社、そしてこちら側にはね、まあ、先ほどのようなね、まあ、説明版はないんですけど、まあ、学問の神様、菅原道真公です。まあ確かにですね、この石宮の前の扉の部分には、
まあ、梅の花をかたどったであろう、そういったものがついてますね。うん。まあ、本来ですと、まあ、なんていうか、牛の置物が置かれるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、茶色の狐様が、まあ、いらっしゃるようです。そしてね、まあ、こちらにはね、平成16年にね、まあ、作られたであろう。これが、菅原道真猫です。